山下つ也子は元フィギュアスケート選手で現在はコーチ、大阪市出身。大手前高等女学校、関西学院大学卒。155センチメートル。長女は元フィギュアスケート選手で1968年、グルノーブルオリンピック、1972年、札幌オリンピック女子シングル、日本代表の山下和美。6歳の時、大阪。 中野島にあった朝日会館内のリンクで長い康造に指示し、スケートを始めた。1938から1939年と1939から1940年シーズンの全日本フィギュアスケートジュニア選手権で2連覇を果たし、1940から1941年の全日本フィギュアスケート選手権で3位となった。しかし年以降は、 競技会は戦争終結まで中止となった。二児の母となった後、第二次大戦後の1953から1954年、1954から1955年シーズンの全日本フィギュアスケート選手権で2連覇を達成。オリンピック、世界選手権の候補選手となったが、出場することはなかった。1955年、27歳で引退した後は、 コーチとして佐藤忍、大川久美子、長女の和美らを指導した稲田悦子らと共に日本フィギュアスケーティングインストラクター協会を設立。2003年まで大阪スケートクラブでコーチを続けた。現在は日本フィギュアスケートインストラクター協会の名誉会員に就任している。ありがとうございます。